よいしょ、バンカー越えろ。入った、まっすぐ、ああ、いい曲がり、いい曲がり、伸びる、球が伸びる、いいとこですね。ナイスショットです。うわ、よいしょ、なんか飛距離伸びてないですか。そうですね、特に何もしてないんですけど何かしてると言ったら、犬の散歩、まっすぐ飛ばすっていう意識、お、気持ちだけでなんかこうやらないようにしてます、ね、うーん、傾かないように気をつけてるぐらいです。うん、すごい、わー、調子いい、おーい、調子いい、ナイスじゃない今。コントロール。コントロール中が来た。コントロールです。はい、なんか惜しくない？リング。リング。変えた、変えとこうかな。O L F。ほぼほぼほぼやん。っていうだけです。というだけのやつ。こっちはありません。さあ、バーディーだ。ちゅんちゃん今日さっきからずっとバーディーしてるの。なんか今日強気ですね。どうしました？二つ前すげえ謙虚でどうしようどうしようってずっと言ってたのに。あ、バーディー入れてからなんかエンジンかかった感じだね。口はだけは。早速ボギーだ。でもあれよ、開始2ホール目でもうドライバー掴んでたからね。今日ね。今日早いよ。いい感じですよ。ね、よいしょ、まあ当たればの言ってた、うん、まあ、8の方が良かった、うん、ピッチング軽めに、よいしょ、うまいな、これは、あー、行っちゃった、あ、行っちゃった、受けてるのにね、謎の一般人広瀬さんは実は YouTube でゴルフ人間改造計画というチャンネルをやっている方です。今日はあの目立って目立って、あのいっぱい映ろうと思ったんですけど、まあちょっとまだエンジンがかかってないので、まだまだメンタルつもりで来たんですか。メンタルも鍛えつつ目立つつもりで来たんですけど、まあいいプレーすれば少し映れると思って、はい、さっきのドライバー飛びすぎでしたね。 あ、はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。入るの、おお。何早い、守りじゃないの、ピナさんという名前はピナクルボールのピナから来てるそうです。ピナクルで、ピナクルラッシュですか、はい、もう廃盤になっていて価格がどんどん高騰しているそうです。よいしょ、まっすぐ行った、バンカーの手前まで行ってる気がしますね。結構飛んだ。280くらい行くんですかキャリーで。キャリーで260とか。あ、そんなもんですか、はい、だいぶいったように見えましたけど、結構今日振ってますね。ね、降ってますよ、はい、なんか降ってますよねあの木で170、右から攻めるか左から攻めるか、右ルートで行きます。右、はい、うわ、よいしょ。
なるほど、右ルートですか。今良きじゃない、うん、いや完璧じゃん。わあすごいな。糸を引くように行きましたね、はい、だいぶ疲れました今も、うん、私も右で。なんかね、中途半端に打ったら木にかぶりそうな気がしたから結構右向いた、うん、結構右ね。右で。どこ行ったの。右に行きました。あ、いいじゃんいいじゃん、打てる打てる。ゆうちゃんどんまい。どんまい。やりたいことはよくわかったな。すごい行っちゃったな。スクランブルならありのやつ。狙ってたから、リサちゃんの次に攻めていいやつ。そう、今何位なんですか。今はですね、なんと順位を落としました。アンダーが何人もいる。すごいね、パワープレーじゃん。一番で、一番で、一番かい。まだ分かんないですね、うん、あ、これでも打ちづらいな。アイアイペチッとする。おお、言ってる通り、あの先ってバンカーないっすよね。ないと思う。ナイスです。うん、言った通り。危なかった。ナイス。うわ、寄せた。寄せた。これはいいと。うん。なんか今日グリーンが硬いから。手前から。はい、手前からという作戦を変えました。うん。うん、東大です。さあ、純ちゃんの必殺のローブが出るのか。いや、これはね、見せない、うん、おー、すごい、救った、はい、やって止まったっしょ、多分。止まった、止まった。なんですか、今の技は。今のは、ちょっと開いて打ちました。スコーンと、スコーンと開いてました、ね、もう開きすぎると手前に落ちちゃうから、うん、あんまり開かない。1打目で残り30ヤードまで。飛ばしすぎですね。お、ナイス。さあ、はい、あー、やばい、切れる。いけ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 、ほぼ OK、 パーです。取るの忘れてた。これはパーが入りました。パーが入りました。すごくパーが入りました。ナイスパーですね。ガッツポーズが残ってます。ナイスパー。強い、これは惜しかったっす。はい。よいしょ。よいしょ。だがちょっと飛んだ。止まった。止まった。うん、大きかった。気合で、気合で飛ばす。8番。1番。いや、低いかな。完全にひよった。判断力あり。なので、押さえて打ちます。なるほどね。うまい日じゃない。よし、風に押されて、おい、完璧。おお、止めた。バーディーチャンス。どうしよう、私6からで。クラブが重そう。クラブが重そう。力が入ってない。はい、腹筋にやられました。軽すぎ。ここはちょっと勝手に上がる。
いんじゃない？あの。うまいな。うん。やばいのかうまいのか。めっちゃ手が出ました今。本当はガッて、うん。だけどいい感じに止まりました。へー。困っちゃった真ん中で。うん、多分目のこっち。でも合ってたよ多分。おー、いったナイス。いいんじゃない？あー、惜しい。うっと、強い。おー、力強い。ちょっと強かった。止まった。いったー、ナイスパー。ナイスイン。オッキーです。こっちだったわ。短い割に嫌なパー5。どうだったかな、届いちゃうんだけど。いや、届かなかった。おー、まっすぐ行った。どうした？イノシシのように。あ、これはどんぐらい打ったらいいのかな。よいしょ、上がった上がった。6番？6番です。はい、左ルート。ひささん行きます。おお。ナイスです。オブノ。ナイスショー。6番です。あ、6番。ハーストップみたいな感じです。ライがめっちゃ悪い。ちょっと感じない。登っとけ登っとけ。いけ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 。ヒット。言った、うん、言うこと聞いた。気持ちで押し出したよ。スキングランで転がりんだ。おお。あー、マジで。いやー、止まれ。悲しい。いけ。ああ。おお、優しく打った。うん。おいしょ、振った。今日1じゃないんですか、あれは。そう、めちゃ飛ぶ。めちゃ飛ぶ、うん、いい感じや。これでダブルスも首位は夢じゃないな。うん、じゃん。おう。イエイ。でも大丈夫。何かな。問題なし。こういうところに。問題なし。おお。大丈夫。うん。
左に跳ねた。いやーきついな。はあ。どうすっかな、パターにしようかな。ナイスパー。はい、やりました。めっちゃナイスパーでした。カメラには映ってないだろうが、めっちゃナイスパーでした。はい、でナイスパー。めっちゃリサちゃん打つのうめえなと思って、何も撮ってなくて。ナイスイン。お疲れ様です。おはようございます。ありがとう。お疲れ様です。ボギーでした。1時54分です。またチャちゃんは3位、フィナさんは13位。まあまあまあですね。後半も、じゃあ後半よろしくお願いします。はい、頑張ってください。頑張ります。後半頑張ってください。はい、頑張ります。はい、お疲れ様です。後半は潜って帰ってください。はあ、潜って帰ってください。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方は、ぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますので。で、8月17日、ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も、追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。